前回の試合からいろいろテーマがありつつ練習されてきたと思うんですけど、はい、どうでしょう。まあテーマというか足あんだけ寝られちゃったんで、まあそうですね、足対策っていう、はい、動き対策は大丈夫。大丈夫ですね。なんかだんだんキックに慣れてきたっていうか、まあそこまで痛めつけられないと気づかない俺もバカなんですけど、まあ、3戦、4戦やったのか、3戦目まではなんとかキックなんて全然3ラウンドぐらいね、多少こんなロープとか食らったって大したことねえや思ったけど、あんぐらい集中攻撃されて初めて、まあ、まあキックの、まあ、キックの恐ろしさって、またキックっていう、あ、また違う競技なんだなと思って、はい、分かれされたっていう。さすがにあれだけ蹴られると、ちょっと対策を練らなきゃなって感じですか。はい。まあ、今後、まあ、もっと思ったのが、今後俺とやるときに、まあ、俺と戦うのは、あれが一番ベストだと思うし、俺に勝つには、あの方法が一番ね、キックボクサーはみんな、あ、こうやってやれば簡単、イージーな、ね、相手だって思わしちゃったところが、まあ悔しかったし、だから俺の目的とするね、殴り合いでね、やっぱ行きたいっていう、うん、あれがまず立っちゃったかなっていう、だからそのためには殴り合いにどうしても行かせ、うん、ならせるような俺がまたね、カットとかそういうね、ロー効かなくな、かわしたりすればそういう風に持っていけるから、うん、そういう風になっていかなきゃなんないのかなっていう。やっぱりそのパン、前はほらパンチの練習を主にやられてましたけども、はいはい、蹴りの練習もじゃあ今回もちろんやらないと、うん、はい、もうあんな無駄な試合も見せれないですからね。対戦相手宮田選手についてはどういう印象があるんですか。はい、まあ日本のね代表じゃないですか、はい、いやもう尊敬、まずあの人自身は尊敬してますね。すごい人だ、やっぱレスリングでね、あそこもやっぱすごいと俺は思うんで、うん、まあそういう面ではまあで、その K-1 でやるっていうことに対してですか、その試合を、うん、まあそうですね、向こうがどういうそのファイターなのかは分からないし、結構ちょこ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 してきそうなんですけど、あでも、まあ、対策はキックもやってますし、向こうがどう来ても対処 で、うん、できるほどね、できる力と技術は僕は持ってるんで、それをまあ、見せたかな。あんまり相手どこというよりも今回は自分のそのことそのでいっぱいでしたね、はい、リザーブということで、はい、誰かが出すれば当然入るわけですけども、はい、そうですね、そこら辺もやっぱり睨んでたりするんですか。まああればやりたいですけど、僕は言われればやりますけど、まあ、それよりも宮田さんとの試合ですね。それを今、それしか今は考えてないですね。先を考えていい試合をしたことは僕はないんで、まあ一回一試合で全部力を出し切って、自分の持っている力を出し切るぐらいの、はい、覚悟でやってますんで、今回もその気持ちは変わります。こうローキック蹴ってくると思います。キックは当然あるでしょうね、うん、はい、まあ蹴らなければ逆におかしいですよ。あれが僕の弱点ですからね。逆に弱点を弱いところにね、ついていけない人っていうのは本当の格闘家っていうか、うん、ファイターではないですから。僕も弱ってるところが分かれば、弱いところが分かればそこを集中的に狙いますし、それはファイターなら絶対あるでしょうね。どんな試合になるでしょう。うん、そうですね、まあ、もしくはどんな試合をしたいですか。試合はいつもKO で、はい、で
僕は最終的にはパンチで倒すっていう絵をいつも描いてやってますんで、それがベストですね。はい、最終的になんですか、その中蹴りも、はい、どうじゃん、キックボクサーですから、うん、はい、K-1 キックありで、なんか今まではそのボクサーだからね、ボクサーだからっていう、なんかそれを美学に、うん、やって、でもそれはこの間でもう終わりですよね。逆にでもないと、やっぱ他にやっぱ出たい人もね、いっぱいいますし、お前ボクシング、なんならボクシングやってればいいじゃんって言われたらそれもですからね。はい、僕がこっちの世界に来たんで、新しい渡辺が見られるという、はい、そうですね、新しい渡辺、これからですよ。はい、見したいっすね。